ちらは八幡神社です。那我们来到八幡神社。入ります。稲荷さん、那这里侍奉的应该是那个道和大明神。ちなみにここの紅葉も綺麗です。お、見て、すごい。八坂神社って書いてある。稲荷神社、八坂神社。へぇ。そこも道あります。登りましょうか。那刚刚看到那个境内的分社，就是还有八坂神社跟就是京都的八坂神社，然后还有道贺神社。このもみじいい感じね。じゃん。いい感じ。先にこっちね。すごい大きい。这个是那个夫婦神社の夫婦杉、約500年縁結び。这个是祈求那个夫妻的感情，然后还有就是那个那个叫什么？怀孕、求子，大约500年的树林，すごい大きい。稲荷さん，那这边就是道贺神社，就是跟京都的伏见稻荷一样，有很多个鸟居。稲荷さんです。はい、ここのもみじすごいいい感じです。あ、銀杏。这里的枫叶现在颜色非常的漂亮，而且今天又有出太阳，拍起来很好看。将，ちなみにこれは銀杏です。这个就是那个银杏的果实，这个踩到会很臭，臭いです。
那这里就是八幡神社。然后有一个小小的可以抽签的地方。おみくじ引けるところです。何もないです何もないです。はい、何もないです。そこ綺麗な赤、那边也红得很漂亮。こっちが降りようか。あ、見て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 、これいい感じ。てか颜色有一点焦掉了，但是整体来说的话，就是那个渐层的颜色还蛮漂亮的。ちょっと焦げたけど、でも全体的に色がいいです。色付きがいいです。見てこれ、かわいい。ここもある。これ黄色の。で、お休みのところがある。ここでしたらイチョウが多いですね。銀杏はそんなに臭くないんでした。いいね、イチョウは。ああ、湯村温泉。あ、うさぎ。うさぎじゃない、カエルだ。这里有个青蛙的那个雕像。なんか後ろから見るとここはうさぎの耳。カエルだ、2個。あ、あと子供もいる。これはツツジね。次也是那个红叶的一种，叫做ツツジ。はい、それではこちらは八幡神社です。じゃあね。那这里就是八幡神社，拜拜。